こんにちは、国色すみれです。ゆかちんです。さちどんです。きんとです。今日は大倉山記念館に来ております。私たちの、マジックスペルスの、レコ発初日を、やらせていただく大倉山記念館、はい、来てるんですが、なんと今日打ち合わせに来たんですけど休館日でした。はい、確認せずに来た我々が悪いですね、はい、ということで、休館日の大倉山記念館の前で、動画撮影をしたいと思います。はい、はい、それでは今日は何を、皆様にお伝えしたいかというと、なんとじゃじゃーん、いやー、 CD マジックスペルズが、これはちょっと見本なんですけど、できました。まだ手元には届いてないので、これサンプルで届きました。組み立てたやつなので、さあ見どころ、記念すべき20周年記念アルバムですので、今回アウトスリーブがございます。アウトスリーブっていうのはですね、 CD のケースですねがついております、はい、今回も、写真を村上清さん、そして、デザインをボリュームゾーンさんというね、いつもの黄金タッグにやってもらいまして、このね、枠、綺麗な枠もキヨちゃんがデザインして作ってくれました。すごくキラキラ。そして、あ、そうですね、箱押しになっております。そして、ね、ケースをシュッと出しますから中身を出しますと、じゃじゃーん、紙製の CD ケース、だだ、そして、あ、さん、はい、両面、両 A 面になっております。この穴からですね、はい、どっちの写真も出していただけます、はい、することもできます、可能です。はい、綺麗ですね、美しいですね。はい、はい、それでは、中を見ていきましょう。パカーン、はーい、ますと、とブックレットが、はい、はい、今回、ちょっと多めの20ページブックレットです。歌詞カードと、ペランペランペランチランペランチラン、はい、写真が結構たくさん、うん、きよちゃんに撮ってもらった写真が結構たくさんあります、はい、20周年ですので、裸一貫、はい、ドレスを脱ぎして、そうですね、セクシーな写真もあります、はいはい、はい、ということでブックレット、そして、CD ケース、アウトケースという3部作になっております。はい、はい、でこの中まだ CD はないんですけど、はい、CD がこの中に入ってきます。はい、はい、セットこちら、3800円でございます。9月22日発売なんですけれども、今週末から始まります、渋谷俊くんのマジックスペクタクルショー、はい、新 B ボックス、つむじ風がいの月光楼の初日から、先行発売させていただきます、はい、なぜなら、そのつむじ風がいの月光楼に私たちオープニングテーマを書き下ろさせていただいております、はい、ということでその曲がこちらに入っておりますので、曲を聴いていいなと思ってくれた方にいち早く買っていただきたいなと思いまして先行発売させていただきます、はい、そして、おまけなんですが、なんと腕章も新しくなりました。国色すみれ20周年バージョン、ちゃんと20って入ってます、はい、こちらは、こちらは9月の18日の大倉山記念館の演奏会で、はい、から売り出します、はい、はい、これはサイン会も、ここではサイン会もしますので、はい、ぜひぜひ、まだね、もう少しだけ入れますので、はい、東京公演これ逃すとないです、はい、はい、来年までのありませんので、はい、来年もちょっと先になるかもしれません、ちゃんとした東京公演はね、はい、ちょいちょいありますけどね、レコ発ではありませんので、ツアーじゃないんで、はい、ぜひぜひ大倉山記念館の方にお越しいただきたいと思います、はい、外もねパルテノン神殿みたいで素敵なんですけど、中もねすっごい素敵なんですよ、はい、ちょっと早めに来てね、私たちのリハーサルを聞きながら写真撮影してもいいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひぜひおすすめでございます。マジックスペルス、オンラインショップでの先行発売が、はい、明日10日火曜日までになっております。23時59分まで、はい、でそこまでに注文していただいた方は、オンラインライブ、ライブだね、オンラインライブ毎年アルバム出すたびにやってますが、東京大倉山来られない方のために、オンラインショップで買っていただいた方にはオンラインライブの招待状というものをつけております。それが、9月の19日、ここでやった次の日ですねにオンラインで、19時からあります。アーカイブは月末までありますので、
それ全曲演奏、そしてその後アルバムにまつわるトークショーみたいなものを2時間ぐらいかな、はい、1時間半ぐらいでやろうと思っておりますので、はい、そちらぜひね見たいという人は明日までに買ってく、明日23時59分まで、10日火曜日までに買ってください。よろしくお願いしますかな。でまあそれ過ぎても全然あのオンラインもあの購入はしていただけますけれども、はい、その招待状がね、ライブの招待状がつかないっていうだけなんで、オンラインショップでの販売はもうこの後もうずっとやっております。はい、それでは、大倉山記念館9月18日水曜日、はい、お待ちしております。大倉山記念館で、はい、その後すぐどうでしょうキャラバンのツアーに行きます。でその後北海道から私たちのツアーが始まります。各地でお会いできるのを楽しみしてます。待ってるよ。ありがとう。各地ライブお席予約受付中です。